なぜ怒られてしまったのか、そして同じ怒られ方をしないようにするためには、はい、では続いての内容ですね。乗務開始して2ヶ月が経ちました。お客様に怒られることがあり、自分はこの仕事に向いていないのかもしれない。ズバッと言ってほしい。なんですか、僕あのミノモンタですか。いやいや、まあ、ズバッと言ってほしいってね、まずちょっと この方お会いしたこともないのに、まあ、そんなね、まあ、本当にズバッと言ってほしい。向いてるか向いてないかってことですかね。向いてるか向いてないかという話は僕はできません。はい、でもね、ちょっとなんかもう根性論とか感覚論とかになってしまうかもしれないんですけども、まず大前提として2ヶ月ですよね。まだ今までに経験したことがないことを初めて経験をするってことがすごく多いんでと思うんです。で、一回やってダメでしたって言ってこれ諦めてしまうのってめちゃくちゃもったいないです。はい、つまり何が言いたいかというと、ご自身のね、ご自身の成長の可能性に勝手に蓋しないでください。ちょっとミノモンタっぽかったかな。そうですね、分かるんですよ。もうね、新人さんでね、ちょっとこの方がねですね、例えばじゃあこれまで運転の仕事をしてたのかとか、あるいはじゃあ、ね、接客業とかをねやってて、対お客様との接客慣れてるか慣れてないのか、そういった部分がこの質問からだとちょっと分からないですけれども、じゃあ仮にですね、まあ、運転もしてませんでしたとかね、接客もこれまでやってきませんでしたっていう方をまあ想定してお話をさせていただくのであれば、今ね、この2ヶ月ってなると、おそらく毎日、はい、初めて体験しましたってことがたくさんあると思うんです。はい、そうするとですね、じゃあ例えばその接客が不慣れな方であれば、お客様に対しての返し方っていうのもおぼつかなかったりとか、お客様がですね不快に感じたりとか、あるいはこの運転手に任せておいて大丈夫なのかっていう不安の気持ちが爆発をしてしまい、それによって怒られてしまうっていうことも日々起きているかもしれません。なので、そういった、まあ、1日乗務、1回1回の乗務が、まあ、トラウマになってしまって、2ヶ月振り返った時に、うわぁ、もう怒られてばっかりだな、だから自分は向いてないのかもしれないっていう風に心理状態が、まあ、陥ってしまってるのかもしれませんけれどもね、これ言い換えるとですよ、この2ヶ月間初めて経験してきたことがあると、だから今までに知らなかったことを経験してるわけですよ。で、今までに知らなかったことを一発でできるような人なんてこんな世の中には僕はいないと思います。あ、いるのかな、いるかもしれません。でも少なくともこの質問をぶつけていただいてる僕、藤野陽一はできません。そんなこと全くもってできません。すいません、頼りなくて。でもね、大事なのはやっぱり、もう一回やってダメだったって言って諦めるんではなくて、そこから根性論とかになってしまうかもしれないんですけれども、何がダメだったのかっていうのと、どうすればこの失敗を防げるのか、あるいは同じように怒られないようにするためには何をすべきなのかっていう、次につなげることが大事なんじゃないですかね。極論言ってしまうと、どんな仕事においてもですよ、最初はやったことないことを経験するからおぼつかなかったりとか、あるいはミスしたりして怒られることもあるでしょう。で、他の業種と違ってやっぱりそのお客様から怒られたりするっていうのが多いのって、もう本当に対面の接客だからこそ、そうやってね、こうビシバシね、ムチが飛んでくるっていうのがあると思うんです。でもこれって言い換えるとですよ、何が自分ができてなかったのかってすごく明確になると。で、何ができてなかったのかっていうのが、これって成長の僕は果実だと思うんですよ。だからそこをですね、あ、もうこれ向いてないって言ってポイってね捨ててしまうんではなくて、その種をねしっかりこう育てていくっていうことをやっていくとですね、いきなりね、じゃあ明日から全く怒られなくなるかって言ったらそうではないんですけれども、けれどもどん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 やっぱ怒られることってなくなってくると思いますし、あとはですね、この2ヶ月も乗務をしていると、仮に右も左もわからないところからスタートしたとしても、例えばじゃあこの方が所属をしているタクシー会社から最寄りの大きなターミナル駅までの正確な道順は分からなかったとしても、大体方向が分かったりとかしてくると思うんですよね。
まあ、つまり何が言いたいかというと、この2ヶ月間でじゃあいろんなことで怒られましたって、全く同じ内容でまたね同じ怒られ方を明日以降するかって言ったらしないと思うんですよ。これはね僕もすごくわかるんですよ。今あの何せ新人タクシードライバー藤野陽一ですから。はい、そうですね、うん、やっぱお客様からね怒られることもありますけれどもね、怒られるっていうのはお客様のね期待に応えてあげることができなかったからね怒られてしまうんだなっていうのは、そこを真摯に受け止めて同じように怒られないようにするためには何が必要なのか、まあ、僕が今ね怒られる、まあ、メインの部分としては、福岡の地でタクシードライバーもやってて食べ物名も知りません。博多駅とか天神中洲とかって言われる場所、あと福岡空港とかっていうこの主要の場所に対しての最短ルートもパッと出てきません。なのでちょっとナビを使わせていただきたいんですけどもみたいなことを申し上げて、え、なんで知らんととかっていうふうに言われることもあります。でそこに対してはもう本当に申し訳ございません、ご迷惑をおかけします、ただなんとかお送りさせてくださいっていうので、そこでさらに、まあ、本当自分がもう知らないのは申し訳ないですけれどもなんとかお送りさせてくださいっていう、まあ、誠意を伝えると、そこでお客様の怒りを鎮めていただくことも僕は実際できているんですよ。なので今仮にですねパーフェクトな道順をお客様に対して提案ができないのであれば、なんとかしてお送りさせてくださいっていうふうにすれば、この過去2ヶ月間怒られた怒られ方と同じ怒られ方っていうのは減らしていけるんではないかなと思います。はい、それ以外もですね、先ほどと重複しますけれども、まあ、ご自身がね、なんでお客様を怒らせてしまったのかっていうその根本的な原因、そして同じように怒られないようにするためには自分が今何ができるのかっていうことをやっぱ考えていくことがね大事なんではないかなと思います。やっぱりねその建物名言われて、じゃあ全ての建物名を覚えようって言ったってこれは無理ですし、最短ルートをパーフェクトに覚えようとしたとしてもこれは無理です。はい、無理があると思います。なのでせめて今どこどこっていう建物名言われてそこが分からなかったっていうのであれば、じゃあねその建物名言われた時は正面玄関がどこなのかっていうのを分かるようにして、そこには、まあ、正確にお客様をお連れできるようにしようとか、 A 地点から B 地点お客様をお送りすることになってナビ通り行ったらめちゃくちゃ遠回りになってたというふうにお客様からご指摘をいただいたのであれば、じゃあ何が最短ルートだったのかっていうのを、まあ、先輩ドライバーとか、もちろんこのねプロタクのセミナーに来て僕たちにねこう確認していただいてもいいですし、とにかく知っていそうなドライバーに確認をして、でそれをご自身の引き出しにしていただくと言った具合に、全く同じねことで怒られないようにしていくっていう改善を図っていくことがまず何よりもね大事なんではないかなと思います。なのでね、このご質問の方はですね、仕事に向いてないかもしれない、ズバッと言ってほしいという部分で、はい、向いてるか向いてないかっていうね部分に関しては僕の方から申し上げることはできません。ただ向いてないって判断する前にまだできることはあるよねっていうので、今いろいろとねお話をさせていただきました。なぜ怒られてしまったのか、そして同じ怒られ方をしないようにするためには今ご自身ができることが何かっていうのを考えていく、ここが一番ね大事なことなんではないかなと思います。はい。